ビビ君がいろんな場所に潜入し、普段なかなか見ることのできない舞台裏などを一生懸命レポートするこの企画、題して潜入ビビ君。張り切っていきましょう。第57回目はこちら。突然ですが皆さん、9月1日は何の日かご存知ですか？ビビ君はわかりますか？うん、あ、学校、夏休みが終わって新学期が始まる日。9月1日から2学期の学校もあるかもしれませんが、今回は違います。ビビ君、残念。では調べてみましょう。うん、わかった。うん、皆さんは何の日かわかりましたか？9月1日は防災の日。そうなんです。9月1日は防災の日。1923年に関東大震災が発生した日であるとともに、災害に対する認識を深める日として制定されています。この日、ビファーレン長崎も災害への認識を高めるため防災研修を実施。ビビ君も研修に参加し、防災について学びました。ということで、今回は自然災害に備えて防災学習に潜入。皆さんも一緒に災害について考えていきましょう。今回お話ししていただくのは、日本赤十字社長崎支部の樺山さん。まずは過去に発生した災害の様子や日本赤十字社の取り組みについてお聞きします。ビビ君もクラブスタッフの皆さんと一緒にお勉強です。平成16年、新潟の中越地震というのが起きました。この時は余震が非常に多くて、車中泊の方がたくさん出たんですね。それでエコノミークラス症候群で亡くなるって方が出て、それが問題になりました。で、この時に赤十字は初めて心のケアチームっていうのを出動させています。こんな風に避難所なんかに行って皆さんのお話を聞いたり、ハンドマッサージとかってしてリラクゼーションっていうことを始めるようになりました。そして皆さんの記憶にも新しい九州や中部地方を襲った令和2年7月豪雨。九州で多数の線状降水帯が発生し、熊本県の球磨川周辺では甚大な被害を受けました。で、コロナのために避難所運営はですね、非常に大変でした。被災者の方、マスク着用されないままに避難所に来られているんですけどもね、検温をしている状況です。で、避難所がですね、一人一人のスペースの間に大きな距離を置いているっていうところが特徴的なことになります。さらにコロナ対策によって問題も生まれたそうです。で、私はここに避難しますと思ってらっしゃっても、その避難所に入れないという方たちが出てくるということが懸念をされています。避難先もですね、考えていかないといけないということになります。さて、ここで避難生活で起きやすいエコノミークラス症候群の予防に効果的な体操を教わります。ビビ君も一緒にやってみましょう。お膝をぐーっと胸に抱えて、はい、顎に蹴る。ビビ君、もうちょっと足が上がると完璧ですよ。足首を左の太ももに乗せます。ビビ君、これは練習が必要そうです。次に教えていただいたのは、タオルケットとネクタイを使ったガウンの作り方。避難所生活に役立つそうです。腰に巻きます。ビビ君もスタッフさんの手をお借りしてやってみます。ビビ君、これがこうなるらしいみたい。ビビ君、今度は大きいタオルでやってみましょうね。それでは研修を終えたところで、防災について気になったことを質問してみましょう。災害時に備えて僕たちにできることにはどんなことがありますか、という質問です。いいですか？一番大事なのは、はい、まずは災害について知る。
何かしなくちゃとかどうしたらいいだろうと思うことが今ビビ君が言われたのが一番大事なことです。避難の仕方だったりどこに避難するか、そして食料は自分たちで確保しないといけないのでお家で何かの備蓄をしとく。だけど食料は期限があるのでぐるぐる回す、ローリングストックって言うんですけど、そういうことをやってみる。ビビ君、日頃から災害を意識したり事前の備えが大事なんですね。お隣とかお近くに高齢の方とか足がお悪い方とか目がお悪い方、小さな子供さん、そういうふうな方たちがいらっしゃれば一緒に逃げましょうと声をかけていただく。皆さんなかなか自分から逃げるってされないんです。できればビビ君が一番に逃げましょうと言ってほしい。そうこれを避難スイッチって言うんですよ。誰かが一番最初に逃げますって言ってくれないとみんな逃げない。だからビビ君が一番最初の避難スイッチをポチッと押してください。避難スイッチ、皆さんもぜひ覚えておいてください。ビビ君もお勉強したことを忘れず生活していきましょうね。樺山さん、貴重なお話をありがとうございました。さて J リーグでも防災の日をきっかけにあるものがスタートしました。皆さんはご存知でしょうか。9月1日から備えるジャパンカップっていうのが始まるんだけど知ってますか。聞いたことは、うん、9月1日からスタートしたのはヤフー防災模試備えるジャパンカップ。 J リーグとヤフーが主催し、備えるが勝ちというコンセプトのもと、災害時の知識や能力を高めることを目的にした模擬試験。各クラブのサポーターがスマートフォンで受験し、受験者が獲得した勝ち点の合計をクラブ間で競います。参加方法はまず地震編を選択、次に模試を受験、受験後ニックネームの欄に応援するクラブの略称長崎と入力し、ご自身のニックネームを入力してください。結果が出てきたらポイントゲット、60点以上で勝ち点を獲得できます。また1日1回までなら期間中は何度でも受験可能。より多く受験し高得点を取ることでクラブの勝利につながります。ということでビビ君も挑戦です。問題は25問。災害や防災にまつわる問題が出題されます。お、正解。ビビ君、実際に受験してみてどうでしたか。難しかったけどすごく勉強になりました。いっぱい考えるのでお勉強したことがしっかり頭の中に残ります。このヤフー防災模試備えるジャパンカップ予選ラウンドは9月12日まで実施され、決勝ラウンドは9月17日スタートです。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。しっかり防災研修で勉強したこととか、この備えるジャパンカップで勉強したことを日々の生活に生かして防災意識を高めていかないといけないですね。潜入して思ったこと、いつもの生活の中から備えておくことが大切なんだなって分かりました。これからも防災についてお勉強を続けていきたいと思います。備えるジャパンカップも頑張ります。ビビ君